はようございます。よいしょ。やばい、しゃっくりが止まらなくて。よいしょ。おはようございます。今日は衣装付きで部分同士をするので、メイクをします。
一緒に笑って洗ってきました。洗ったらめっちゃ大きくなる。よし、メイクをしていきます。本当にしゃっくりが止まんなくて振りめっちゃ大きいんだよね私。よし、ねえ Google、 明日の東京の天気は？明日の東京は最高気温11度、最低気温7度で晴れるでしょう。おう、寒いね、11度。一気に冬が来ている感じがする。
1067日、ありがとうございます。明日ベルフラワー行ったらお姉ちゃんかお母さんと恋話したいんだけど、か？かじゃないです。コミちゃんの写真持っていくのかは、わか？はい、それは大丈夫です。あ、スイーツ屋さんでテレビ出演されてるのがお姉さん？カフェ？カフェで。あーなんかこのしゃっくり出そうで出ない感じがめっちゃ嫌だ、嫌いこれ。ベルフラワー東京行った時行ってみたい。ぜひぜひ。
よし。久しぶりに稽古でメイクしていく。最近もうずっとすっぴんで言ってて。今日はね、気持ちを作るために見た目もちゃんと。こみちゃんお仕事ですか？そう、今日は舞台稽古です。一日今日始まりがちょっとゆっくりな分、他のキャストさんが歌稽古やってて、今私はその歌に参加するメンバーじゃないから、入り時間が遅め。その分ね、終わりも遅いから、今日この時間帯にもうしっかり配信もしちゃおうっていう。メイクしながら、毎日11月は本番まで毎日稽古でございます。でも言うて、あと稽古も残り1週間ぐらいだから、マジでやばいです。新公演のレッスンは1曲も参加できてない。曲も参加できていないので、もうこの舞台が終わったら1週間ぐらいで覚えます。必死に新公園にシフトチェンジして頭を。でもなんかね、いけそうな気がした。なんかね、まだ全曲見てないから、全曲みんな終わってもいないだろうし、からあれだけど、ユーリーさん公演の方が難しそうな感じがする。ユーリーさん公演はね、難しすぎ。本当に。
なんかさ、舞台のお話をね、3月頭ぐらいから本番の舞台のお話どうかなって話をいただいたんですけど、2月中旬から毎日稽古みたいな。でもそれはちょっと卒業の時にバタバタしてっていうのはさすがにあれなのでって言ってお断りをして、まあ1月に軽コメの舞台はやるんですけど、2月3月はミュージカルだったからさらに稽古も時間しっかりみっちりやんないとできないし、卒業前にまた舞台期間で全然公演とか出れないっていうのはあれだなと思って、ちょっと卒業してからまた改めてそういうのは頑張りたいですっていうお話をして、卒業期間とどんかぶりだったからさ、それはね、そこを考慮しての新公演丸くらいしか出れなそうってことだったのかな。いえ、そもそも新公演そんな回数やらなそうってだけです。一つのポジション3人ぐらいいるので、その3組をローテーションで考えたら劇場公演のメンバーって本当に決まんの遅くて、なんかもう先にさ割り振っちゃって、割り振ってで事務所入ってるメンバーとかさ選抜とかはさあここ出れなくなっちゃったとかここ出れないなって、それで他のメンバー出れないかなにした方が絶対いいのに、1週間前ぐらいに分かるんですよ公演スケジュールメンバーも。だから事務所の仕事を入れるのも自分の個人のさあスケジュール入れるのもあれで、
ねえ、グーグル、今何時？時刻は12時10分です。Thank you。汚くなった。なんかメイクするの自体久しぶりに感じる。
ねえ、Google 今何時？時刻は12時16分です。今日は髪の毛もやんなきゃ。まつげをやると一気にいい感じ。上捨てだからバキバキメイクができるね。ねえ、Google 今何時？時刻は12時21分です。
応援ビジュアル外れてしまったので展示なし応募しますって。ありがとう。っていうか早いね、出るの。抽選結果出るのめっちゃ早くない？何人ぐらい当たっただろうか、私のファンのみんな。当たってる人は絶対にいるよね。大丈夫だよね、アトレイユゼロとかないよね。さっき結果通知来ました。メールとか来てないってことは外れたのかなって。いや、外れたって言ってるけど、通知来たってことは外れたこともメール来てんじゃないかな。ねえ、アイメイクの時はハイライトとシェーディングをめちゃくちゃしっかり入れてます。マイページ見た方が正確かと。だってごめんなさい、顔めっちゃむくんでる。お、忘年会当たった？やったー。じゃああれだね、コミ中、最後のコミ中じゃない？2024年最後のコミ中になると思います。私仕事納め AKB が大晦日公演とかを全員でやらない限り26日のイルミナス忘年会が最後。やるんかね、今年大晦日公演。発送準備中って当選？え、それ絶対当選じゃない？すごい。発送準備中は当選だと思う。お、それなら自分も同じく準備中って。すごい、それは当選ですよ。おめでとうございます。
写真撮ってね。私が書いたあれと。え、いつ来る？来てくれるまでにサイン書いとく。見に来てくれるまでに。え、なら当たったかもです。嘘、3人当たってる。すごい、おめでとう。嬉しい。あら、アトレイユゼロじゃなかった。ちょっと展示ありと展示なしの方は内容は一緒なんですけど、ロビーに飾られるか飾られないかだか。あ、自分は最終日。ありがとう、ゆっくり書くね。じゃあちょっと展示ありで当たった方、いつまでに書いてほしいかお知らせしてくれると優先的に書くので、早めに来る方を。でも千秋楽までには 100% みんな書き終わってます。ロビーに展示ありが当たった方は飾られるので、自分とその書いてもらった応援ビジュアル、こうやって写真撮れるよっていう。で、展示ありも展示なしもサインと、このめっちゃでかいの、めっちゃでかい額縁に私のアトレイユの写真と、私がメッセージとかサインとかたっぷりデコレーションをしたのが、後日送料無料で届きます、お家に。で、展示ありが昨日一日で、ちょっと本当に人気で、応援ビジュアル。いつも先着順だと何十秒で終わっちゃうんですよ。何十秒で完売出ちゃうんですけど、今回は抽選だったということで。で、今回展示ありが外れてしまった方も、展示なしでまた応募が始まりますので、展示なしもお待ちしてます。ああ、頑張んなきゃやばいよ、セリフ。ごめんなさい。ちなみにあれって額縁も来たりします？額縁つくつく、額縁に入ってる状態で届きます。展示ありも展示なしも。で、その額縁がとんでもなくご立派なので、そうだ、あと応援ビジュアルは私が名前も書くので、名前とサインとデコレーションメッセージとかも書くので、書いてほしいニックネームだったりフルネームだったり、まあ、どちらでもいいんですけど、でもニックネーム可能なので、書いてほしいお名前を送ってくださると、応援ビジュアルのところにね。すごい、しっかりメイクした、久しぶりに。
気合いバッチリ。見た目だけね。見た目だけ気合いバッチリです。そうなの、本名だけかと思ってた。嘘だろ、嘘だろとか言って。私だってニックネームで書いたやん前。え、ニックネームで書いたよ。応援ビジュアル私いつもニックネームで書いてる。みんなの忘れちゃったの。マジ寒いの嫌だな。超交換で行こう。
稽古着に着替えました。なんか取れないんだか。昨日1リットルの涙見てさ、泣きすぎてめっちゃ目腫れてるんですけど、ママになんか昨日ショールーム見てたけどなんで目腫れてたのって来て、1リットルの涙見たからって送ったら、なんか涙が上田になってて、なんでか1リットルの上田見たからってになってて上田？何1リットルの上田って、泣いてる1リットルだったらもう涙しかないでしょ。何1リットルの上田って涙だよ。変換ミスでしょうがどう考えても自分の間違いなのに。ちょっと急いでパパッと髪の毛やってきます。分かってって言ってるな、ママ。いや、それがマジで分かってないのよ。涙間違えたって言ったら、なんだ1リットルの涙か。マジで分かんないの、ママって。100伝えないと分かんない。なんかこれぐらい言えば分かるだろうみたいな感じで省略して言うとするじゃん。分かんないのよ、省略だと。もうミオンとかセイナは あれ食べたい、なんとかのあれとか言うともうわかんの。逆によくわかるなってぐらいわかるんだけど、ママはあれって何みたいな。一番話が通用しないママとアミが。アミはあーあれねって言って、え、何のことかわかってるって、わかってないってわかってないのにそのまま行こうとする。アミはあれね。メグはあれ？あれ？え？わかんない。え？カミちゃんあれって何？え？メグわかんない。え？え？って言ってる。メグはごめん、わかった、ごめん、伝わんなかったの、わかった、もうミオンはあーはいはい、でセナはあれね、うん、わかった、わかった、わかったって感じ。じゃあ髪やんなきゃ。待って、可愛いかなと思ってさ、ここにさキラキラつけたんだけどさ、なんかインスタとか TikTok でよく見る感じで
キラキラつけたらなんかよだれついてるみたいなんだけど、最悪、失敗した。稽古中なんかアトレイユよだれついてるよと思われてそう、やば。よだれじゃない場合、巻いてきます。
よし、あと前髪だけです。ホームどこやったっけな。
髪の毛がようやく終わりました。じゃあ前髪難しすぎるんだが、アトレイユさんよ。ちょっと本番はねメイクさんがやってくれるからいいんだけどさ、今だってマジでできない髪、前髪、そしてマジでできないんだけど縦だらけなので、前髪をどうにかもう顔にくっつけちゃいたかったんですけど、こいつは無理だ。もう今日なんかセンター分けみたいな感じでいっちゃおうかな。難しすぎ。まあね、いっか、前髪なんてさ、だいぶ薄くなってきました。ではそろそろ本気の準備をして向かいたいと思います。行ってきます。ありがとうございました。頑張ってきます。